味噌、なんで DH 起用？中日公式、雑音を演奏。ひどすぎる。騒動の経緯。2月12日の試合で、後藤選手が DH で起用された。これに赤味噌が、糸が気になる、と投稿。それを受け中日が、後藤選手が雑音を演奏、という動画を公開、現在は変更済み、その後赤味噌が X で、誰に雑音と言われようが、自分のポストを貫くし、変えようとも思わない。雑音だと思われるなら思ってもらって結構、と反応した。これに対しファンは賛否両論だ。自分の信念を貫くことは大切ですよね。変える必要があるような投稿ないですけどね。自分の意思を貫くのは結構ですけど、選手や球団がどう感じるか考えるべきかも。ご自身の意見をどしどし発信してほしいです。何事にも賛否あるのでそのまま貫いて。常軌を逸しない限りは自由に発言して大丈夫。自分含め発信してもらわないと困るそう思います。淡々としてればいいのに煽るから、雑音と言われてしまうんですよ。今後も情に流されないロジカルな発信楽しみ。雑音と感じる人もいれば共感する人もいます。気にせず頑張ってください。ドラドラ情報局をご視聴いただき、ありがとうございます。この記事を見て思ったことはコメント欄へ、高評価もぜひ、よろしくお願いします。